にちは、とうこママです。夫の実家から大きな白菜がなんと3個も届きました。ずっしりと重くて立派な白菜。おじいちゃんの作ったお野菜なので無農薬です。今日は全部で4品、白菜を1玉使い切るので、ぜひ最後までご覧ください。作るのは八宝菜、塩麹漬け、甘酢漬け、そして子供たちが大好きな餃子。八宝菜に使う白菜はそぎ切りにすることで火の通りが良くなります。白菜は炒めたり漬けたり煮込んだり、いろんな調理ができて冬場に大活躍のお野菜です。いつかは自家製のキムチにも挑戦したいななんて思っています。漬物に使う白菜を縦にして細切りにします。切り方で食感が変わるのも面白いところ。残りの白菜は餃子に使います。100個分の餃子の白菜をみじん切りするのはとっても大変なので、今日はフードプロセッサーにお任せしようと思います。ハンドブレンダーと付け替えができるブラウンのミキサーを使っています。餃子作りにはミキサーは必須です。餃子はキャベツで作るレシピもありますが、白菜を使う方が甘みが強く出て子どもたちに人気です。キャベツと比べて水分も多いので、噛んだ時にじゅわっと美味しくなります。白菜一玉やっと切り終わりました。塩もみをして余分な水分を取り除きます。漬物に使う白菜も塩もみしておくと味がぼやけません。八宝菜に使う食材の準備です。乾燥きくらげは水で戻しておきます。冷凍のシーフードミックスを美味しく解凍するコツは、海水と同じ濃度の塩水につけておくこと。こうすることでプリプリとした食感に仕上がります。続いては餃子の餡の準備。ニラは一束全部使います。今日の餃子はニンニクは入れずに、ニラをたっぷり入れて餃子の風味を出します。白菜から水分が出てきました。余分な水分は絞ってニラと合わせておきます。肉と野菜を混ぜると水分が出てくるので、焼く直前に混ぜ合わせます。子供たちが帰ってきたら餃子包みも手伝ってもらおうと思います。漬物を2品紹介します。まずは白菜ときゅうりの塩麹漬け。水分が残っていると味がぼやけてきます。ここはしっかり絞るのがポイント。
自家製の塩麹。塩麹は少し甘みがあるので子どもたちもよく食べます。シリコンバッグに白菜、きゅうり、塩麹を大さじ2、もみ込んで数時間寝かせれば完成です。ちょっとした漬物があると朝食の準備が楽になります。残りの白菜はホーローの容器に。塩昆布と簡単酢をさっと合わせるだけ。昆布のうまみ、甘酸っぱい味がやみつきになる甘酢漬けの完成です。子どもたちが帰ってくる前になるべく下ごしらえを進めておきたいところ。八宝菜の人参は短冊切りにしておきます。キクラゲは八宝菜には欠かせない具材の一つ。コリコリとした食感が美味しいですよね。よし、準備完了。それでは子どもたちのお迎えに行ってきます。あっという間に時刻は17時、晩ご飯作り再開です。今日はとても冷え込みます。なので温かいスープを作ろうと思います。椎茸と舞茸を使った中華スープ。キノコは水から煮込むことで旨味がアップします。小口切りにしたネギもスープに入れます。今日の献立には欠かせない中華だしの素があと少し。餃子に使いたいので代わりに鶏ガラスープを使います。オイスターソース、塩で味を整えます。ネギを加えます。蓋をして少し煮込みます。さあ100個の餃子作りに取り掛かりましょう。ああ、これうずらの卵さ、八宝菜入れる。このまま食べないの？豚ひき肉は 800g。 オイスターソース、酒、味噌、ごま油、
そしてすりおろした生姜、中華だしも加えます。私の餃子の味のポイントはお味噌。味噌が入るだけで餃子のあんがぐっと美味しくなります。野菜を加える前に粘り気が出るまでよく練ります。あ、ちょっと入った。お迎えに行っている間に白菜の水分がたくさん出てきました。まあ大丈夫、野菜の水分が入ったジューシーな餃子に仕上がってくれるはず。このために手を洗ったら。ありがとう。これさ結構大変だろ。だって100枚もやるんでしょ。そうだよ、100本作るんだから。さて頑張って餃子を100個包みます。この頃子供たちがよく食べるようになってきました。餃子作りは時間と手間がかかるので、最近は冷凍餃子に頼りっきり。でもやっぱり手作り餃子は格別です。ママ、牛肉アレルギーってあるの？牛肉はアレルギーはないんじゃないかな。スプーンぐらい？スプーン1杯分ぐらいを、そうでしょ？ちょっとギュッと押した方が包みやすい。ちょっとギュッと押して。これこんぐらい？いいよ。で、ここに水で海苔みたいにこうつけるの。OK、そしたら、ここを、いくよ。入れて。ここからひだ。ひだ。ひだ。ひだ、まあこれが難しいんだな。はい、餃子完成。餃子に似てる。こう落ちて、できない。こう、そう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 、さあできた。さあ頑張んないと。ママ変変、肉飛び出さないようによろしくよ。いやこんぐらい？あんまりいっぱいだとはみ出ちゃうか。やるの？あ、できるかな。あ、いや、はい。それで、うわ。はい、入れ。よし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 。なんかめっちゃ入れそう。いいんだけどさ。ママやりたいなこれ。いい、なかなかさ終わんなくなっちゃう。なんか大変なことができる。ママやりたい。やるの？やる。残っておいて。ちょっと待ってね。まだ一個。硬い？ありがとう、助かった。よいしょ。大変なことになって、ここは子供たちにも手伝ってもらい、餃子100個分包み終わりました。餃子を焼く前に八宝菜を仕上げましょう。みじん切りの生姜、豚バラ肉を炒めます。
塩、胡椒をして、人参と白菜を加えます。ある程度火が通ったら、シーフードミックスを加えます。キクラゲ、うずらの卵を加えて火をさっと通します。今日の八宝菜は具だくさん。おじさんみたいに出る、見てよ。味付けは水、中華だし、オイスターソース、酒、砂糖、醤油。軽く煮込んだら、水溶き片栗粉でとろみをつけます。白菜のシャキッと感が残るぐらいで火を止めるといいのですが、野菜が苦手な子供もいるので、野菜が柔らかくなるまで煮てあげます。ご飯にかけても美味しい絶品八宝菜の完成です。俺が好きな白菜は入れた？入ってるよ。イエーイ。たくさんの餃子を焼くときはホットプレートで焼くと早いです。フライパンだと子供たちが食べている間に次の餃子を焼かないと間に合わないので、私がゆっくり食べている暇がありません。焼き色がついたら上からお湯をかけます。きのこの中華風スープも良さそうです。最後に乾燥わかめ。そしてごま油をひと回しして香り付けをします。とても美味しそうに餃子が焼けました。餃子の仕上げにごま油をひと回し、皮をパリッと仕上げます。今日は子どもたちが大好きな餃子と八宝菜で晩ご飯です。料理が揃ったのでみんなでいただきましょう。いただきます。ほら、まだ俺のこれだ。カリカリになるの。まあ、ポン酢だよ。まあ、簡単酢でいい。まあ、簡単酢でいい。熱い。あれ、フライがしますか。あった、あった。あ、いい感じに焼けてる。うわお母さん、今日はめっちゃ大量だよね。どうも取ってない一個も。あ、美味しそう。はい、ママ美味しそう。一個も取ってない。ここ、ずわーっと。これ、これがいい。どう？餃子。熱い。美味しいけど熱い。ねえ、ピカチュウさ、ないの。結構これでもいい？他のお箸でも。
ダメ、うん、これほら、かわいいのいっぱいあるよ。困っちゃうよ。でもさ、ご飯食べれないよ。なんで？ご飯は嫌だ。それから、ご飯にかけて食べたら美味しいから、中華の。うんね。こっちでいい。嫌だ。白菜も食べてよ、白菜。ありがとうだ。ありがとう。あー、美味しい。さあ、餃子を食べよう。餃子いただきます。美味しいでしょ。美味しい。やっぱ手作り美味しいよね。あー美味しい。魚介で、うん、今日シーフードミックス入れたのよ。エビとかイカとかアサリとか入ってるからさ。アサリ、うん、それだけでさ、出汁が美味しいわ。うん、食べる、食べてちゃんと。あ、餃子？わかったよ。餃子また作るよ。美味しかった。嬉しいな、いっぱい食べてくれると。52個食べ終わった。え、52個も食べたの？みんな。あ、全部52個あったの、ここに。じゃあ、あと48個あるわ。主人が帰ってきた後、もう一回焼いて、結局残ったのはこれだけ。みんなよく食べてくれました。餃子100個食べきる日も近そうです。冷凍庫で少し固めてからジップロックに入れて保存します。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。